にちは、ワンコの母ちゃんです。今日は犬笛の、呼び戻しのしつけの第2段階、この笛の音に恋の意味を乗っけていきます。前回までの練習では、この笛の音が鳴ると楽しいことが起こるよっていうことをワンちゃんに覚えてもらいました。で、今日はこの笛が鳴ったら母ちゃんが恋って言っているんだっていうことをしっかり認識してもらう練習になります。で、この練習をするには、待てと恋の練習が必須になってくるんですね。犬って人間もまあそうなんだけど、苦労して手に入れたものってそのまんまただポンともらったものよりもうんと価値があるものって思う、なんていうんだろう、脳の仕組みというか習性があります。だから例えばうちだとミニピンって割とがっつき犬種になりやすいんで、ご飯の前の待てって絶対させないんですよ。ただ食の細い子にはしばらく待てをさせてからよしをかけると、何もしないでただどうぞって出したより時よりも一生懸命食べてくれることが多いので、食欲のコントロールなんかによく待ては使っています。で、その待てを、ご飯の待てじゃない待てを教える方法なんですけれど、犬って足の裏の感覚だとかにすごく優れているので、例えば普通の床とペットシーツが認識、足の裏の感触で認識できたりしますよね。なのでタオルでも何でもいいんですけれど、こう床と違う素材のものをポンと置いてあげて、でこの枠の中から出ちゃダメですよって教えています。ここおいで、ここ入って、ここ乗って、セットして、待てね。で、待たせたら最初は近い距離で、あまり待たせすぎないように、犬が飽きちゃう前に、こっからどいてしまう前に呼んであげる。来い、そう、行く、来い、そうだそうだそうだ。で、これおやつはあってもなくてもいいんだけど、日本人って割と犬に分かりやすいように、犬が自分は今うまくできたんだって理解できるように褒めるのが結構下手くそだったりするので、本当ちっちゃくていいんで、報酬をあげると、自分は今上手にできたんだなって理解しやすいです。はい、ポコちゃん、ここに戻ってください。はい、セットして、ちゃんとセットして、待て。で、それができるようになったら、ちょっと遠くで少し長い時間で、で犬がこうやって飽きてキョロキョロしちゃってる時じゃなくって、ちゃんと飼い主に注目している時に呼んであげると成功しやすいです。来い、そう、いいか、はい、いいか、もらうの、これもらうの、はい、どうぞ、ここ置いとくね、取らないでね、これね、取らないで、はい、で、またスイッチして、待て。で、最初は気が散ることのない部屋の中でやってあげるのが一番なんですけれど、ちょっと上手になってきたら、今度お外でハンドラーは立ち上がって、で最初は待てだよってかけながら少しずつ離れていく。で、来い、そう、いい子、ここまでおいで、ポコ、ここまでちゃんと来て、そう、いい子ね、これもらう、はい、お利口さん、はい、またここ座って、お勉強だよ、ちゃんとスイッチして。で、これが距離を少し伸ばしてあげてもできるようになってきたら、外ではロングリードだとかつけてあげてください。できるようになってきたら、今度は目を見ながら、この皮膚を見ながら、体腹を見ながらの待てって簡単なんですね。これができるようになったら、今度は飼い主は後ろ向きで、これ犬は結構置いてかれるんじゃないかなって、お外でやると焦っちゃうんですけれど、で少し後ろ向きで歩いて、なんなら
あのセーフだけで待てだよって声をかけながら歩いてあげて、で向き合って来い、さあいいか、さあいいか、さあいいか、ポちゃん来い、よしいいかだいぶあの声を待ってたから勢いでこのこれが飛んでいっちゃうぐらいの勢いで、はい、もう一回ちゃんと接して、ここにで、これができるようになったら、あのよくあの訓練競技会なんかでやるまでですね。で、これ危なそうだったらこう皮膚を見せてあげながら待てだよって、あ違う、左につけるんだ、こっちだね母ちゃん、ごめん、ポコ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 接して、ちゃんと接して、待てってしながら犬の周りをくるっと、犬ってあのたとえ飼い主であっても後ろを取られるとか不安なんですね。でこれで待て、どんな状態でも待てができるように持っていってあげると、家の中なんでちょっとポコちゃん今気が散ってるんですけれど、外だとあの母ちゃんが離れていくのってミニピンは特に不安ですから、これ待ってる間に行きたいな行きたいな、笛吹いてくれないかなって、この笛の音をすごく待ち遠しく思ってくれてるんですね。で前回の動画でも話したように、しゃがむと犬って近寄りたくなります。だからそういうあのハードルを少しずつ上げていって、待ての精度を上げていってあげると、待てば待つほど犬はあの恋の時の喜びが大きくなります。ここさあいいか、はい、よしはいどうぞ、これ訓練でも言われるんですけれど、あの恋の強化には待てをさせるのが一番で、待ての強化には恋の喜びを、来たと母ちゃんのところに来た時の、飼い主さんのもとに走ってきた時の喜びを教えてあげるのが一番効果的なんですね。待てと恋は本当表裏一体で相乗効果で、あの練習すれば練習するほど、あとあのよく言われる最近話題になってるインパルスコントロール、衝動をコントロールするあのしつけにもつながってきますので、これがしっかりできてると大抵の問題は解決できるようになります。ポコちゃんおいで、はい、今日もポコちゃんが頑張りました。ポコちゃんカメラ怖いのね、あんたね、これね、はい、ポコちゃん頑張りました。参考になったなと思ったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。ワンコの母ちゃんでした。